www.videonews.com こんにちは皆さん今週ちょっと N コメでね、まあ、もう世の中では結構ネット上では出てるいろいろ出てる話なのであの、えー、ご存知の方も多いと思いますけどもその経験税,税率にね、まあ、あの新聞の,あの、えー、宅配分の新聞定期孤独分の新聞がその、まあ、経験税率の対象になると。 いう話がありますよね。で、であの16日に税制代行というのが出てまあ、はっきりとえー、まあ。経験税制の対象が種類と外食を除く飲食料品。まあ、これはちょっといろいろとあの、えー スタンド立ってくるんだったらどうなのかとかいろいろ話はあるんですけ今そこは細かい話はあるけど、まあ、食料品それから定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞と定めたとそれからもう一つ大事なことは書籍と雑誌は日常生活における意義有害図書排除の仕組みの構築状況などを総合的に勘案しつつ引き続き検討すると。つまり 書籍ととととにについいては検討継続検討討継続うことになったとだから行いが良ければ軽減税率の対象にこれから入れてあげないでもないよっていう話になったので、まあ、これから政治盲点が始まるっていう話ですよね。でね、まあ、世の中であの新聞が本当に生活必需品なのかとかあの若い人は読んでないんじゃないかとかねあるいはなぜ宅配だけなのかっていうようなこととかねいろいろその。えー ネット上で言われてますあのテレビではなぜかあんまり出ないもうこれはクロスオーナーシップの問題があるから出ないんだけど、えー、テレビではただそのもともと経験税率の,その根拠っていうのは、まあ、言うまでもないですけどあの消費税っていうのはまあ逆進性があるとつまり低所得者ほどその消費税消費すべてにその課税されると税負担が大きくなるんですね。 えーまあ、自分の,その収入にその、えー、占める消費の割合が当然比率的に高くなるからその逆進性を防ぐ目的でいわゆる生活必需品、えー、特に低所得層が、えーまあ、買う傾向にあるものについてそれを軽減したりとか適用しないあるいは非課税にすることによって逆進性を緩和するということがもともとの 理屈なのでねちょっとこれまあなんかこう宅配を維持するためみたいな言い方っていうのもちょっとまあ驚くんだけどで、まあ、も,も,もちろん皆さんご存知のようにこれは読売新聞の渡辺恒雄今社主ですか、えー、が、まあ、政治にものすごい強い影響力を持っていて経験税率についてもかなりロビングをしたそれから新聞協会も非常にロビングをしたそして、えー、新聞がかなり安倍政権の批判をまあいろんなところで 控えたりいろいろなことをやったことで新聞だけかなり例外的に食品と新聞ですから何と言ってもね例えば薬とかは課税されますからね一般,の一般薬ですよ処方箋薬はされないですけどね一般薬はされるなのに新聞ですから何と言ってもね新聞の方がエッセンシャリティが要素が高いっていうような評価になっているっていうこともまあもう政治的なものだとかで皆さん分かると思うただもう一つね宮根さんに最初にあの振る舞いに言っておきたいのは 一つ,いいつはえそもそも新聞は再販によって守られていてえまあこれ「記者クラブ再販クロスオーナーシップ」っていう日本の3点セットの話はこの番組では耳が腐るほど言ってきてましたけどもうとびきりの特権を得ている産業が しかもこの消費税において低所得層の逆進性を緩和するということを理由にして軽減税率適用というのはこれはもう驚きを通り越すような愚策であるというふうに思いますただもう一つそれであえて言います私はもともと再販についてはそれ自体には反対していないとつまりアメリカなんかで新聞が苦しくなってきたときに公的資金投入の動きなんかがあったときにいやいやそれだったらばむしろ再販で 公共性をきちんと担保するということを、えー、条件に皆さんが少し余分に払ってもいいよっていう範囲でお金を払うっていうやり方の方が公的資金入れるよりもよっぽどね新聞の中立性は維持できるその代わりその場合に彼らに課される公共的な要求つまり野球高校生の野球大会にねその主催するとかですねどっかでデパートの屋上で何かあのなんとか店ルノワル店ンやるとかですねそれから 不動大阪の道島かなんかに高層ビル建てて人不動産業を営むとかですねそういうようなこととかあるいはそのお金を各全国の放送局に出資してそこに天下り社長をね天下らせるとかっていうことにそのお金が使われるってことは絶対にありえないそれはすでにもう再販やその他の保護を受けているという段階でありえないことだったのにさらにその上に今回は経験税率が来たっていうことになれば我々が新聞に対してどれだけ公共性要求をするかにかかっているんだと。 これはもちろん愚策だと思うけどやるんだったら新聞は一切他のことに投資なんかさせるんだとすべてその得た利益を公共性能に回せっていうことを要求しないのが我々が悪いんだっていう僕の立場なのでそこはちょっとこれについてはあのまあそういうことをちゃんと皆さん言わないからいけないんだけど新聞がどれだけいろんな利益を特権的な利益を得ているのかっていうその唯一の根拠は彼らが離島や トークやあるいは公共的な取材重要だけどあんまりお金のならないようなお金にならないというようなそんなに世の中が関心を持たないようなでも大事なものについて継続的な取材をしたりするためにはそうした保護に値するんだということが前提になっているのでね新聞はそれをやっているのかということも含めてえここで問うことが大事なんじゃないかというのが私の立場なんでそれをちょっと最初に言わせていただいた上で宮内さん、今回のこの税制大綱どうでしょう官邸の意向だということなんですけど軽減税率。 食品と新聞ですあのジモンさんがおっしゃったことに、ね、基本的に賛成なんですけれども、はい、あのどこにその僕の賛成のポイントがあるのかっていうと、はい、その今後僕たちがですね新聞そして雑誌その他の書籍に対してどういう態度をとるかがまさに問われていて,て僕たちの側に。 ボールが投げられて、僕たちのまあ人に人間にボールがあるんですよね。読者であり市民ですね。そういうことですよね。はいはい、有権者ですね。はい、なのでボールを投げられているので、えー、ボールをですね、ちゃんと打ち返せば、えー、こういうふうな舐められ方はねしないで済むかもしれないです。よりハードなリターンをしてあげることを、ね。そういうことですよね、はいうん。それができない場合にはもう今度はスマッシュだぞみたいなことにですねなって、多分追い込まれる可能性がありますね。 であ,のある意味ではねこのいい面もあるわけです所詮やっぱり新聞ってそういうもんだったじゃんって、うん、結局こういうことがあるから新聞は政権批判をせず、まあ、権力に媚びていたのか、うん、安倍政権だけじゃなくてね基本的に政治とメディアの,の日本的構造ってこういうものだったんだなっていうことがねつまり僕らがずっとこの番組で言ってきたことが一挙にですね、うん 経過違いの規模で多くの人の目に触れそれがインターネットを通じてさらに献殿され続けているというのはね本当に素晴らしいことですよ番組何百本分の視聴ありましたがありましたね、うん、でその、その後僕たちはどういうふうにできるかなんだけど例えばの例を言いますけどね雑誌は、うん まあ週2回なら2回、っていう基準だったりとか、まあいろんな形式があるんだろうけど。まあ要するに宅配をしていない、普通の雑誌は除外されたわけですよね。で今後の検討課題だっていうのは。これ面白いじゃないですか。政権側あるいは権力側としてはね。まあ手なずけようとしてるわけですよ。手なずけようとしているわけだから、そこで手なずけられてしまうのかどうかということで。まあ、ある種、あの、自分の、あるいは自分たちのまさに。 え存在理由をレゾンデードルを示し場合によって本会を解けることさえできるっていうチャンスが与えられているんそうで,すですよね。ですよね。で新聞とは全く違うあの権力にえ差を差すのでなくてむしろ抗うようなタイプのですねえ徹底した調査報道えあるいは政権機関を含めたですね表現を公共的な表現をえどれだけ展開できるのかそのチャンスをねむしろ 軽減税率適用されなかったがゆえに振られているとそういうことですよね。ねでそれにちゃんと応えることができれば、うん、あのどういったでしょう民主主義社会はやはり表現をの自由を基盤にしてねそれなりにあのどう言ったらいいでしょうね復元力があるなとまあ最低限機能しているということですね。といいくなりますよね。だ、うん、<laughs> からまあちょっと本当はちょ,ちょっとアイロニーが含まれた言い方だけども我々がボールを打ち返すチャンスが 与えられたっていうのが。僕の印象ですね。皮肉だっていうのは、もう、あれ、改めて言うまでもなく。え、打ち返せるのっていう問題ですけどね。そうですね。じゃ <laughs>、だからね、宮崎さんね。<laughs> まず。え、なんで新聞だけなの?。新聞だけ突然。 取って付けたようにね、食品と新聞というのは結構驚くような組み合わせですよね。うん、他のもう公共的な日常生活に必要なものっ,いっ,い,い,っい,いっぱいあるからね。うんうん、でしかも書籍とかは入ってないわけだから、うん、今回ね。だからまあ、何で新聞だけなのっていうに違和感を持たれたということは。うん、実は新聞が、まあ、これまでの再販とかも含めて。それだけ公共的な存在とは認められていなかったっていうことの。逆に証佐なわけですよね。ただ、問題は新聞、日本では新聞とテレビが。 まあそのクロスオーナーシップによって共同の同じ資本で保有されたり系列化しているがゆえに新聞テレビだけを見ているとそうした批判があまり普通に生活していると耳にしないえわけですよね、うん、なのでそこがそういうものを背景にしてこういうことをやってくるっていうことは非常にあの罪が重くなるただとはいえ今回税制という公的なものにそれを入れてしまったことはね いやでも国会でこれれれはは絶対に追追ささるるわわけけででですすなななぜ新聞ののかいいうのは間違くよねでその国会でも追及された時に、まあ、当然テレビ中継の日もやるかもしれないし、まあ、共産党頭にやるでしょうねテレビ中継の日も他のところはあえてテレビ中継の日はこの問題避けるかもしれないって僕は恐れてるんだけどねでも、えー、当然それは今度それが報じられるかどうかっていうようなことも含めてそのマスメディアでですよ。 えー、これれはは結結局は問われる結果になってしまうその、えー、まあ再犯みたいにですねなんかもうそこ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 そっと入っておいて今もうみんな誰も知らないまんまだましてるような話に、ね、は今回ならない税新しい税消費税上げるときに新聞だけ上がんないっていうことなんだからね、えー、なのでまあまあ、まあ、わずか2%のために、うん、ただねもう一つ定期購読に関して言うと見られたんでこれ結局 その税金分が増えると例えば引き落としの金額とかクレジットカードの金額とかが変わるので継続引き落としができなくなったりするからこのままにしたいという思いもあるわけなんですよ、うん、つまり再契,約再契約が必要になるからってことでしょうからそういういことも含めて、うん まあ非常にねこうテクニカルな意味でとにかく新聞という私,私,業,私業界の利益のためにやっていることはもう明らかでねあの当然、これは国会で問われることになるで問われることになって僕はこれはまず野党が機能すればヤブヘ蛇になるはずだとつまり新聞がそうじゃなくてもこれだけのプロテクションを受けているじゃないかとで新聞はその得たプロテクションを一体何に使っているのかってことこがね新聞自身は上場企業じゃないんでそこのところの情報公開があまりしないで済んでいたわけです。これまでね 当然国会はそれを追求しななきゃいけないけただ国会が追及してもまずそれをメディアがどこまで報じるかっていうのは国会に直接アクセスがあるメディアは新聞テレビ通信社だけなのであの傍聴には行けますよ我々も傍聴には行きますけど傍聴席からねいわゆる国会記者クラブできちんと傍聴して2人できるのは新聞テレビだけただ今はインターネットでも全部中継されてます。 でも見ようと思うとと思すごく長いので大変だけど <laughs>、ね、なのでこれは結局宮根さんのおっしゃる通りでもう完全に球がこっちに投げられたんで、うん、まあ激しいあのリターンを打ち返してやらないと <laughs> ならないというふうに思いますで僕はこれによって新聞がより皆さんの新聞に対する公共性要求が強くなってね、うん、新聞がより公共的なつまり私的な利益のためにこのお金を使えないっていうことになる方にいけばよかったと思う。 これはこれやったものはね、ピンチなチャンスですいつも。<と>何事も思うなんだけど、うん、今新聞のやってることは、えー、再販なんかでかなり内部リーフを貯めたものでビルを建てたり。うん 新、えー、放送局に、えー、出資してやむねクルソーナシップの制限がないのをいいことに放送局に、ね、出資してや朝日新聞なんて全国ほとんどなんとか朝日放送って名前でもろにそれを露骨につけても何の,あの違和感も自分たちで持ってないっていうのを見てもねなかなか本当は系列分からないようになってるんですよ名前だけ聞いてもねサイン放送なんて言われてもそれが TBS だって分からないようになってるんですよ。だけどあの ななんんとかか朝日放送ばっかなんで全部朝日は堂々とやってるわけですよ、ね、で、それはもうやっぱりそのお金がどっから来てるんだっていうことも含めて、えー、今回そこにきちんとスポットを当て丸劇で言ってるだけじゃなくてもう少しいろんなところでそれが出てくれればですねあので逆に新聞に対する公共性要求をみんなで強くしていきましょうというのがむしろ提案でけしからんこんなにやめるべきだよりもそっちにいこうじゃありませんかというのが、えー、たかが2%でそれが担保できるなら 悪く悪くはないんですよ、ね。そうですね。ですよね。うん、まあ、インターネットのポテンシャリティもね。まさに問われてますよね。その僕らの力がね。そうですね。ほんと思います。はい。うん、なので、まあこれエネルギー方面などでまあ、無料放送ですから、うん、ぜひ皆さん拡散していただいてですね。うん、あのこれに反対するんではなくて、うん、それに見合ったものに新聞になるように要求していこうというようなう、ねえー、ムーブメントにできればいいなと僕は思います。はい、はい、それでは。